飛び出すピアノカードの飾り付けをしましょう。型紙をダウンロードしてピアノカードの仕組みを作ります。仕組みができたら色鉛筆や型抜きパンチを使って飾り付けをしていきましょう。表に貼るメッセージを作ります。上下を確かめて位置を決めます。ここでは千代紙や金紙を使って飾り付けをしています。ピアノカードですから、裏面には硬貨の楽譜をつけました。内側には楽譜に見立てたメッセージカードをつけました。同じピアノカードの仕組みでも、台紙の色や飾り付けを変えるとオリジナルのカードを作ることができます。